はい、三輪車の三輪です。ぺちゃんこです。ペットです。お願いします。お願いします。2023年6月6日雑談第451回の放送が始まりました。続きまして、鉛筆時々お湯ちんちんさん、女性の方。女性なのかよ。うん、皆さんこんばんは。こんばんは。今週のテーマは冷静に考えると変じゃないですが、はい、同様にあるさっちゃん。おさっちゃんはね、どんどん来るな、あれだね、うん、さっちゃんの2番に、さっちゃんはねバナナが大好き本当だよ、だけどちっちゃいからバナナを半分しか食べられないの、かわいそうね、さっちゃん。あ、聞いたことある、聞いたことある、はいはい、うん、小さいさっちゃんはバナナ半分でお腹いっぱいで満足なんだから、バナナ1本食べなくてかわいそうというのはなんかちょっと変なんじゃないかあまあなそうだね、まあまあまあ、別にもうさっちゃん的には満足してんだもんね、うん、でもこれはあ、ちっちゃいから半分しか食べれない、これ半分しかもらえてない可能性もあるんじゃないかなって、半分しか食べられない、ちっちゃいから、半分でいいねみたいな感じで、もっと食べたいけど、そうとか、お腹いっぱい満足とは言われてないんだ、満足とは、ね、言ってないのよこれ、まあ、満足とは言ってないね、うん、確かに、ちっちゃいからバナナを半分しか食べられないんだよって、あでかわいそうなわけだから、なんかそういうことなんじゃないかな、あそうね、それか半分しか食べられないことをすごく責められているか、もうちょっと食べなさい、食べなさいみたいな風に、もうお腹いっぱい食べられない でもかわいそうねって言われるの、そこで別の視点からさ、あ第三者の人か、はいはい、かわいそうなに言われて、あのちっちゃいから半分しか食べられないのに全部食えって言われてるな、ね、かわいそうかもしれない、あでもなるほどね、あなるほどな、あさっちゃんバナナ好きなんだ、うん、俺ちょっと知らなかったわこの歌詞も、この歌詞もなんとなくだな、あ最後これ遠くへ行っちゃうみたいなあれなんだ、そうだね、遠くへ行っちゃうって本当かな、だけどちっちゃいから僕のことを忘れてしまうだろう、寂しいなさっちゃんもう決めつけてるもん完全に、まあね、うん、僕のこと、うん、忘れちゃうんだろうね、ちびっこがだから思ってんだねこれ、そうだね、近所のことがそういうことなんじゃない、バナナちゃんの、だからやっぱ見てんだな、お母さんに何か言われてるとこ見て、お母さんそう隣の家で聞こえてくるじゃない、また、うん、食べなさい、同様ってでもそういうのなんか結構ありそうだよね、そうね、そうだね、